皆さんこんにちは、トライクたかしです。いつもご視聴ありがとうございます。トライクに興味を持たれた方の中でトライクはバイクと同じと思われている方がいると思います。トライクの免許はどれで乗れるのか、どんな扱いになるのか疑問になるのは当たり前だと思います。それは道路交通法と道路運送車両法の双方での解釈が曖昧になっているのでよくわからないとなるのです。今回は視聴者様からの質問で、ヘッドライトの昼間の点灯義務について、ヘッドライトってつけたまま走るのか消して走るのかどっちなんでしょうか、他のトライクの方を見るとついていない人もいるので悩んでいます、どうかご教授くださいという質問をいただきましたのでお答えしていきます。僕のトライクたかしチャンネルでは、あなたのトライクに関するお悩みをコメントしていただければ解決させていただきますので、チャンネル登録お願いいたします。それではお答えしていきます。トライクは道路交通法では普通自動車に準するものとして扱われ、運転免許証は普通免許以上が必要で、この理由としては以前にもお話をしましたが、1、3個の車輪を備えるもの、2、車輪が車両中心線に対して左右対称の位置に備えられているもの、3、同一線上の車軸における車輪の接軸中心の間隔が460ミリ未満であるもの、4、車輪及び車体の一部または全部を傾斜して旋回する構造を有するもの、以上この4つの定義があるため、トライクは普通免許で運転できるため、ご質問にあたるヘッドライトの昼間の点灯義務についてはどちらでも良いということです。対向車のドライバーに妨害を及ぼさない場合においては昼間の点灯は OK となっています。ベースにあるオートバイ等が常時点灯車であったのであれば、ライト関係を変えないでそのまま使用するので点灯していることがほとんどだと思います。視聴者様のマジェスティ 125FI は確かライトのオンオフ機能があったと思います。ライトの消灯に関しては違法ではありませんので、安心して事故がないよう安全運転で乗りましょう。今回は少し短い内容ではありましたが、視聴者様からの質問についてお伝えしました。それでは皆さん、楽しいトライクライフを楽しんでください。僕のトライクたかしチャンネルでは、あなたのトライクに関するお悩みをコメントいただければ解決させていただきますので、チャンネル登録高評価よろしくお願いいたします。また Twitter、Instagram、DM であなたのトライクに関するお悩みも個別で解決させていただきますので、フォローの方もお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。それでは皆さん、次回の動画でお会いしましょう。じゃあね。